瀬沢中は、地方競馬の兵庫県競馬組合、その田競馬場、田中の武道級者所属の元騎手である。地方競馬共用センター騎手家庭第83期生。2006年3月31日付で、区の新一級者所属として、地方競馬騎士免許を取得。同年4月18日、第2回、その田競馬1日目第11競争フォレストステーション。 派賀特別マキシム・キング・王で、初起場。同年6月20日第7回、園田だけ馬1日目第3競争 F6 一組3歳、条件戦を白ロマンで優勝し、初勝利。2008年1月14日開催の第22回、全日本新人王総派戦に選出されたが、直前の怪我で欠場。同年12月12日付で、改めて選出された。 2009年1月12日、第23回全日本新人王総派選出場。2014年7月17日から10月17日の間、船橋競馬場の矢野義幸厩社に所属指揮官、限定起場をした。2015年11月に、機種免許取り消し申請を提出し、同年11月27日付で引退した。 地方通算成績は2403111章2着152回3着198回、勝率4.6%、連帯率10.9%。ありがとうございます。